はね、台本を全然書いてないんですよ。あ、こんにちは、カイログです。カイログのデスクの方のチャンネルではね、言ってるんですけど、あ、まあ多分こっちの動画が出る方が多分先だとは思うんですが、ちょっとですね、昨日、土曜日にね、ルミネ座吉本っていうところに、お笑い芸人さんのライブを見に行きまして、ミキだったり、チョコプラ、チュートリアル、ロバート、ハイキングウォーキング、トロサーモン、見取り図。ね、普段さ、テレビで見るような人、ね、ばっかりじゃないですか。そういう人たちのね、ライブをちょっと嫁と見に行ってきて、うわー、やっべ、本物じゃん、うわーみたいな感じで、もう、ネタとかそっちのけで、もう、本物がいるっていう、もう、ミーハーなんですよ。で、新宿の吉本で、本物の芸人を見るっていう、もう、これが僕の中ではもう、楽しくてですね、その後もその余韻に浸りながら、嫁とずっとテレビでお笑い番組録画してたやつを見ながら、ね、この人たちのライブ、見に行ったよなとか言いながら、酒を飲んでたもので、台本書いてないんですよ。なんですが、一応動画にするテーマは決まってるんで、今日はそれについてお話ししようと、思ってます。うわー、やっべ、本物じゃん。銀行員って皆さんどんな仕事をしてるイメージでしょうか。ね、これから銀行に入る方とかね、この後銀行に入ろうかなと思ってらっしゃる方、銀行員の仕事のイメージってこうだよねっていうイメージをちゃんと掴んでないと、入行した後にあれ、なんか思ってたんと違うんだけど、あんなこったっていう風な感じになると思いますので、ここのねイメージはしっかりと先に掴んでおいた方がいいと思うんですよ、僕は。なので今日はね、その銀行員のお仕事っていうのは実際現場ではこんな感じだよっていう風なのを僕なりに解説していきたいと思います。今日はですね、これから銀行に就職する人とか、銀行に就職考えてるって大学生向けに話すので、めちゃくちゃざっくりと話します。本当はね、いろんな事情だったりとか、仕組みやシステムやらっていうのがこう、って、蜘蛛の巣状に、格子状になってるんで、そんな簡単な説明じゃダメだとかっていう方がいらっしゃるかもしれないんですけども、今日はちょっとそこだけは了承していただいて、かなり砕いて、かなりざっくりと話すので、その辺は理解していただければと思います。うわ、やっべ、本物じゃん。まずですね、皆さんに知っていただきたいのは、銀行員のお仕事っていうのはこの10年20年前のね、銀行とは非常に変わってきております。僕が辞めた後2、3年でもだいぶ変わってます。なので今後もですね、皆さんが多分今リアルタイムでこの動画見てらっしゃると思うんですけども、この動画は1年後にもしくは2年後に誰かが見た時には、そこからさらに変わってると思っていただいた方が良いかなと思います。銀行ってね、今までは銀行三本柱みたいな収益源の、ね、柱があって、預金、融資、為替って言ってね、これはもう銀行でしかできない3つだからとかって言ったら、独占していたわけなんですよ。なんで20年前とかっていうのは、預金ね、銀行に定期預金作ってくれませんかとか、口座作ってくださいみたいな感じの、セールスをね、お客さんにして、で口座作ってもらってお金を預けてもらうと。でお金預けてもらったらね、銀行儲かってたんですよ。はい、なんでかっていうと、別にそのね、預金を猫ばばして「ヒヒヒ、今日300万もらってから、このうち100万は俺のもんだぜ」とかっていうわけでは全然なくて、そのお客さんから預かったお金っていうのを、銀行の銀行って言われる日本銀行に、預けたりするんですよ、銀行が。こんだけ持ってても仕方ねえから、これをちょっと運用してお金儲けしようっていうふうな感じで、一部を日本銀行に、銀行が預金をするんですね。はい、でこの金利で銀行は儲かってたんですよ。なんで昔は定期預金の口座開設して定期預金してくれませんかとかっていうセールスが非常にあったんですね。もう預金お金預けてもらうだけで儲かるから。はい、で続いて融資ですね。融資、これはね、銀行のメイン業務ですよ。おそらくこの動画を見てらっしゃる皆さんは、銀行員といえば融資をする仕事だというふうな感じで思ってらっしゃる方、ほとんどだと思います。はい、そのイメージはね、20年前とかは間違ってはないです。融資というのは、さっき言ったお客さんから預金してもらったお金っていうのを、お客さんに利子をつけて貸すっていう、はい、もう非常にシンプルですね。借りたもんを貸すっていう、お客さんから預かったお金っていうのは、2、3% ぐらいで利息を渡すけど、お客さんにお金を貸すときには、わかんないけど 5、6% の利息でもらう、2、3% の金利差があるからここで儲かるよねっていう、そういう簡単な仕組みでした。これでですね、だいたい今から20年前、バブルが崩壊した後ぐらいかな、
ぐらいまではもうこのね融資っていうのがあの銀行の利益の大半を占めて非常に銀行を潤してくれていたんですね。なので、まあ、あの銀行員といえばあの法人とか個人に対してお金借りませんかみたいな感じのセールスをして、まあ、2000万3000万貸したり、個人だったらマイカーローン組んだりカードローン組んだりみたいな感じのお仕事をしていたわけです、まあ、実際に、ね、どんな感じであの仕事するかっていうと、あのお客さんと飛び込みで行ってね、丸々銀行なんですけども、あの融資させてもらえませんかとかつって決算書3期分ぐらいもらって、あこの財務状況だったら、金利何パーとかで貸せるなとか、決算書とか見ながら、いやこういう運転資金は融資で回しませんかとかっていう提案をしてね、あじゃあお願いするよみたいな感じで、あの800万円の融資、1000万の融資とかっていう案件を獲得してくる、まあ、そういうお仕事だったんですね。まあ、おそらく今この動画を見てらっしゃる皆さんはね、あのこの融資を取ってくるのが銀行員の仕事だと思ってらっしゃる方が、まあ9割5分8人ぐらいね、あのいるんじゃないでしょうか。まあ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 、それが今どうなってるかっていうのはもう少し後でお話しするとしまして、もう一個ね、為替ですね。為替っていうのは何かっていうと、まあ両替だったりとか、あと内国為替外国為替っていうんですけど、 A 銀行から B 銀行にお金を送るとか、日本の銀行から海外の銀行にお金を送るとかっていう、そういうね、あのお金を送ることを銀行がやるから、その手数料くださいっていう、まあそういうねビジネスですよ。実際にあの日本にいる人がさ、直接海外の銀行まで行ってさ、あのお金入れられないじゃん。だからそれは銀行が代わってやるよっていう、まあそういうイメージですね。はい、ここの手数料とかで儲けておりましたと。これが大体20年ぐらい前、儲かってたシステムの頃の銀行でございまして、銀行員のお仕事でございます。このイメージが抜けてない人だいぶやばいです。なぜかというとですね、あの銀行員はですね、今言ったお仕事ほとんどやってないからなんですね。あのびっくりしますよね。それやろうと思って銀行になろうと思ったのにやってないのみたいな、はい、まあいろいろな背景があるので、ここから先をですね説明するには、とある用語を知っておいていただく必要があります。それがマイナス金利と言われるものです。はい、あの言葉だけは聞いたことあるんじゃないですかね。リーマンショックが終わった後ぐらいからかな、よく紙面とかで取り上げられていたんですけれども、このマイナス金利とは何ぞやっていうのをめちゃくちゃ簡単に説明しますと、さっきね預金のところでさ、お客さんから預かったお金の一部を日本銀行に銀行が預けてるって言ったじゃないですかね、でそこであの金利がもらえるから、うわ儲かるんだぜイエイエイみたいなね、儲かり方をしてるって言ったんですけども、ここの金利がマイナスになってるんです。今僕みたいにさ、頭のいい人はここでピコーンっつってねひらめくかもしれないんですけども、銀行が日本銀行にお金を預けてると逆にお金を払わないといけないんですよね。今までそれでやっはー、儲かるぜよ、預金預金してみたいな感じだったのに、待って、預金されたら赤字みたいな、お金払わないといけないの、待ってみたいな、そんな状態なんですね。まあここに関してはですね、まあ金利がかかるのは政策なんとか預金か資金か忘れたけど、まあ、そういうものの一部に限るとかいろいろあるんですけども、今日はちょっとその辺のお話は一回すっ飛ばしまして、要するにお客さんにお金を預けられると、まあ、困っちゃう、そういう状態です。はい、なぜこれを国が行ったのかと言いますと、さっき言ったように銀行が日銀にお金を預けてると銀行側がお金を払わなきゃいけないってことは、銀行は今までお客さんから集めてた預金を日銀に預けて運用するんじゃなくて、お客さんに融資するよねと、預けてらんないから。じゃあお客さんにね融資をもっといっぱいしようっていう風な感じでシフトしたとしても、金利が高いままだとお客さん借りてくんないじゃん。貸してくれるって言っても結局金利 5% なんでしょうとか、いやーそりゃいいわ別にってなっちゃうから、銀行はお客さんに貸す金利を下げます。はい、今まで 5% だったのが 1% とかになると、お客さんもそんなに安くなるんだったら借りるわってなるよね。でお金が借りやすくなると消費が進むんですよ。まあちょっと毎回考えてなかったけど買っちゃうかとか、家買うの躊躇してたけど今金利安いし買っちゃうかとかね、カードローンも金利下がったしちょっといいもん買っちゃうとかね、まあそんな感じで経済が回るよねと。で経済が回ると、ね、物価が上がるから日本の経済上振けるねとか、国の目標達成できるよねみたいな、そういう施策がこのマイナス金利というものだったんですけれども、まああんまうまくいってないまあこのマイナス金利があったことによって銀行員の仕事というのはだいぶ
変わってきてます、はい、じゃあ具体的に、ね、ここからどんな感じに変わったのかっていうような話をするんですが、一旦休憩、ちょっと水飲もう。あーうめえ。今日ね、うちの嫁は親知らず抜きに行ってます。僕もね、親知らずかかた全部ね生えてたんですよ。なんですけど、ここにあるやつ以外全部抜いたんですね。ここにあるやつさ、俺こう歯がこうあったらさ、こう横に生えちゃってて、ちょっと埋まっちゃってるから、なんか肉を切開しないと取れないらしくて、肉を切開すると抜くだけと違ってね、めっちゃ腫れたりとか、まあ下手したら産んだりするよっていう風な話を聞いて、ビビってね、今やってないです。うちのね、近所にあるね歯医者さんね、親知らず抜くのめっちゃうまいんですよ。僕全然腫れなくて、親知らず抜いた次の日、その日かなとかに、実は僕動画投稿してるんですけど、皆さん気づかないでしょ。そんな感じなんですけれども、どこまで話したっけ。さっき言ったね、マイナス金利によってだいぶお仕事内容というものも変わっております。さっきのね、対比として預金融資為替という風な形でいきますと、まあ預金に関しては集めてはいますけども、昔みたいに定期預金作ってくださいとかっていう風な感じで、定期預金のセールスとかっていうのを障害担当、外回りがねやることっていうのはほぼないです、うん、僕が入った時点ですでになかった。まあその預金集めっていうのはあんまりやってない。で、為替、これについてはネット銀行とかがね、為替手数料無料みたいなことをやってるから、全然儲かんないんですよね。そう、銀行、普通の銀行でやったら100円かかるもの、ネット銀行無料だったらさ、まあネット銀行でやるじゃんみたいな、でそんな感じになってるんで、為替に関しても、やってはいるが、はい、なので為替に関してはやってはいるが、積極的ではそんなにない気がしますね。当然その外回りの担当者が振り込みしませんかみたいな、そんなセールスはしたりはしないんで、はい、ここに関してはそこまで変わってないですけども、融資、これがだいぶ変わってます。さっき言ったね、マイナス金利の影響でさ、お金いっぱい貸せってなったんだったら、こっちの融資の仕事超忙しいんじゃないのって思うかもしれないんですけども、まあそうじゃないんですよ。昼飯の出前館が届きました。今ね、出前館は送料無料なんで、ぜひ。マイナス金利の政策があんまうまくいってないから、融資もね、そんなバン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 やってるわけじゃないんですよ。なぜかっていうと、単純に金利が安いから儲かんないもありますし、ネット銀行がね、出てきたことによって、ネット銀行って人件費がね、普通の銀行よりも安いんで、金利をもっと低く出せるんですよ。そういう面でも、全然融資が儲かんないっていうね、状況になっておりますと。じゃあその具体的に外回りとかの人の仕事内容がどんな感じで変わってるかっていうと、昔はさっき言ったように融資の貸し出し利息で儲けてたんで、外回りは融資の案件を取ってくるっていうのがメインの仕事だったんですよね、20年前は。これがですね、今は融資はほぼついでと言っちゃいけないかもしれないんですけど、結構そういうところまで追いやられてます。今はね、外回りの担当者が何やってるかっていうと、メインは投資信託とか金融商品、あとは保険とかの販売ですね。こういうのを売った手数料で今銀行を儲けてるっていう風な感じになってます。だからね、証券会社とか保険会社みたいなこともね、今やってますね。結構メインで。昔からね、銀行ね、こういうのをね、全くやってなかったかって言われるとそうじゃないんですけども、最近はね、もうほぼこれです。年末にね、帰った時に銀行じゃないね、同期と何人か会って話したんですけども、もう融資より保険の販売ばっかりみたいな感じの話はしてました、ね、じゃあ具体的にどういう仕事をするのかっていうと、何パターンかあるんですけど、1個はね、すごい預金額の大きい人に対してテレアポをしてね、丸々銀行なんですけども、ちょっと外貨建ての保険やりませんかみたいな感じのね、テレアポを取って、実際に店舗に来てもらったりとか、お客さんのところに出向いて、ね、いっぱい預金預けてもらってますけども、今全然ね、利息うちも渡さないんで、だったらちょっとこういう外貨建ての保険で、保険聞かせながら運用しましょうみたいな、そういうね、セールスをしたりしてます。他にもね、あと法人担当とかだったら、自分が持ってる会社の社長さんとかに対して、ちょっと800万円ぐらいうちに預けてもらったら、うまいこと債券とかね、保険とか組み合わせて、なんとか利益が出せるように頑張るんで、800万預けてくださいみたいな。預けるっていうのは預金じゃなくてね、さっき言ったように証券とか債券にやらせてくださいっていう、そういうプランを提示して売ると、そんな感じに今なってます。なのでね、銀行でちょっと資金繰りに困ってる企業とかのね、手助けをするために銀行に入りたいとかってね、思ってらっしゃる方いるかもしれないんですけども、そう思って入ると、実はもうそっちの方全然やってないんだよ、今は投資とか保険の販売なんだ、外回りはみたいな感じでね、言われたり
するかもしれないので、この辺はね、あの入校する前にしっかりと人事とかその辺にね確認した方がいいと思います。ただあの今後、今のところの展望としては融資がメインの業務にまた戻ってくるっていうのはちょっと考えにくいっていう状況があるので、もうほぼ証券会社保険会社みたいな感じになるんじゃないかなっていう予想ですね。他にもですね、いろんなこと銀行実はやってて、そういったね投信とか保険の販売だけじゃなくて人材紹介とかも最近やってます。あの後継者がいない会社の後継者探しとか、他にもまあ、 あの人手不足のね会社に対してあの銀行が仲介に入って人を紹介するっていう、そういうこともやってたりとか、もうあのだいぶね銀行イコール融資っていう形からはまあ変化してってて、これはですね、僕は銀行辞めた後からすっごい加速してます。まあ辞めて2年ぐらい、それだけでも変わってる。そうだから来年もっと変わってると思います。再来年もっともっと変わってると思います。他にもですね、実はあの銀行そういった波にね今あることによって消えていく仕事っていうのがまあ結構多いんですよ。ミーハーなんですよ。具体的に申し上げますと、個人ローンと窓口の担当、この業務は近い将来銀行から完全に消えます。まず個人ローン、これはね、あのそもそももう支店の業務から消えてます。はい、僕がいた銀行とかも今もうやってないのかな、支店だと。これはもうさっき言ったように住宅ローンとかっていうのはもう金利が下がりすぎて利益もあんま出ないしっていう風な感じで、利益が出ないんだったらそこに人員を割くべきではないという風な感じなんでね、申し込みから融資までは全部ネット申し込みで完結させますみたいな、そういう銀行が今後もっと増えます。すでに何校かあるんですけど、もっともっと増えるので、今後ね銀行に入行して支店に配属されたら、そもそもその支店ではすでに個人ローンは取り扱ってないです、個人ローンには全く業務として触れませんでしたっていう風な感じのケースもあったりするんじゃないかなと思います。そしてね、2つ目の窓口業務、これに関してもあの銀行の支店から消えていくっていう風な感じなんですけども、さっき言った個人ローンよりかは少しスピードが少し遅いかなっていう風な感じですね。あの仕事の内容の変化で言うと、窓口に来た人を保険とか投資のね販売のその案内をねめっちゃするみたいな、そんな感じに今変化してますかね。昔はそこで定期を販売したりとかクレカをねあの契約してもらったりっていう風な感じだったんですけども、あとはですね、この窓口担当者、いわゆる一般職って言われるところに関しては正社員の募集をやめてる銀行が増えてます。今まで銀行ってね高卒も大卒も両方取ってたんですけども、高卒はもう取らないですとか大卒のみで一般職っていうその窓口じゃなくて、さっき言った金融商品の販売とかっていうね、そういうセールス担当を募集してますみたいなね、そういう銀行が今後もっともっと増えると思います。これに関しても今年より来年、来年より再来年の方がこういったことをする銀行というのは増えるという風な感じで予想ができます。なのでね、あの今この動画見てる高校生あんまりいないと思うんだけど、あの高卒で銀行に入って銀行の窓口やりたいと思ってらっしゃる方はちょっと厳しいかな、銀行員になろうと思うんだったらちょっと大学の進学を考えなければならないという風な形になるのが今後の展望になっております。まあそんな感じで、あの銀行員のお仕事というのはここ10年20年、はたまたこの 2,3 年でどん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 変わっていくと予想されておりますので、今までのね銀行員イコール融資というイメージだとちょっと銀行に入ったらギャップがあるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、あのこの動画見るだけじゃなくて実際に勤務しようと思ってらっしゃる銀行とかにね、あのなんか進め方とかに参加して人事の人に直接聞いてみるとかっていうことをねしてみることをお勧めしております。というわけで、この動画いいなと思ってくださったからお願いします。